い、どうもこんにちは、森田健です。なんでそのテンション。お願いします。テンション上がらない。お願いします。最高でこのメンバーですからね。最高で大丈夫、もうすぐあの可愛い女の子があの来てくれるはずだから、リモートで。テンション上がらないよね。上がらないよね。はい、ということでやっていきましょうかね。はい、ということで、森田健のいつものことでーす。お願いいたしまーす。はい、ね、始まりました。はい、ね。完璧はどこですか？いつも大橋が持ってる完璧はどこですか？あ、それさえも渡されてないやつ。渡され、どうですか？え、読むの？読まないんですか？誰が読むの？もういいよ。あ、なんで？読みましょうよ。これ読みに行ったんだから。ね、本当に。ねえ、うん。はい、森田健のインスタのアウトでございます。はい、ということでね、MC の森田健さん、よろしくお願いいたしまーす。あれだよね、若しくに対するみんなの扱いの雑さ。笑う、絶対笑うよ、こんなの。はいね、はい、そして。あ、はい、天野若しです。まあこんな感じになっちゃったけども、明るくいきましょうね。花はないかもしれない。草を楽しめばいいと思います、皆さん。よろしくお願いします。ね、はい、よろしくお願いいたします。雑草をね。雑草をね。よく食べればいいと思います。しかも、えっちゃんもまだ来てない。本当に心配。クソ寂しいやつ。来てくれるの？大丈夫？クソ寂しいやつね。なんか伝えて、彼女に。のんびりしよう、のんびり。今日はもうね。はい、ということでね、今日はじゃあ番組のね、説明してもらいましょうか。はい、わかりました。これは何？ YouTube をご覧になっている皆様、ここからでいいですか？違うの？最初から。ああ。さて、本日も森田武宏の It's Fun Factory スタートです。はい。この番組は俳優森田武宏が芸能活動をしているゲストさんを招き、クルーズ TV 内で1時間、ゲストさんを含めファンの方や視聴者様の皆様と一緒に、ファン、楽しいことを考えたり、作ったり、話したりするトーク番組です。こんなコーナーやってほしいのリクエストがございましたらコメントにて随時募集させていただきます。はい、で早くヌルヌルノーションズームをさせるんだ、僕たち。制作スタッフで相談し、実現可能であれば採用させていただきます。この番組は YouTube ライブ、Yahoo ショッピングライブを同時に配信していて、どちらでもご覧になります。はい、YouTube をご覧になっている皆様、こちら、こっち、はい。このチャンネルでは毎週火曜日、木曜日、日曜日の3日間で、この番組以外にも多数の番組を制作、配信しておりますので、もしよろしければ YouTube 内にあるクルーズ TV のチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、生で観覧のお客様もお一人様に2000人できますので、これでも、最後はないです。最後はないです。あ、そうですね、共通だけど。もう、最後のこと。あ、本当ですか？はい、どこ？最後の1秒。はい、YouTube ライブでは、8時まで。よかった、来てくれた。あ、ここか。それでは今日も、歌って踊れる、今日こそ歌ってくれるであろう歌って踊れるイケメン森田武宏の It's Fun Factory、 最後までみんなで面白いものを作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、テンションが低い。はい、テンションが低い、ね、すごい素敵な名前なのに、喜楽悦子、うん、喜怒哀楽の愛と楽を抜いた女性。もううるさいよ、ちょっと一回黙ってよ。いや、マジで一回黙ってほしい。いいの、黙ってて、はいね、よろしくお願いいたしますね。まあ、のんびりやりますよ、のんびりはね。ダメっすよ、もうね、ダメです。今日はもうね、えっちゃんぐらいしかね、もうね、あれですね、えっちゃんもね、今来てないしね、本当ね。いや、もうね、本当にね、えっちゃーん、本当に、あ、皆さん来てる、うん、来てるね、うん、ちょっと待って、あ、こんばんは。あれ、えっちゃんはえっちゃんの声だと成立しない。はい、こんばんは。はい、こんばんは。よかった。近い。こんにちは。近い。いや、大丈夫です。適正な距離です。はい、こんばんは。ちょっと待ってください。何してんの？何してんの？私がやだ。はい、じゃあ、コメント読んでいきましょうね。はい、こんばんは。ですね。はい。若さん、こんばんは。こんばんは。はいね。草。今日は男性お二人、個人的には楽しみ。あ、なるほどね。ありがとうございます。はい、大丈夫だよ。やろう二人の放送とか。そう。いや、でもえっちゃん来てくれたからね。あ、ね、そうですね。はい、よろしくお願いしますね。はい。やろうだけでやるか。なんなら視聴者も草だらけですが、なんか。ねえ、ほんとに。雑草が雑草を投げる素敵な回。そうね。はい。よし、和菓子さんと森田さん、二人でローション相撲、ローション相撲ね。はいね、うん、リモート観覧でもできるのかな。ね、あ、いいです。
よし、今日は女人禁制やもう来たけど、女人禁制だからね。うんね、もう、はい、やっていきましょう。はい、2人とモニター1台でローションズを見たいの。そうですね、やっぱり必要があるから。モニターに当たっていくんですそうですね。うん、ね、はい。頭しかですね。えっちゃん、はい、こんばんは。こんばんは。こんにちは。はい、こんばんは。こんにちは。はい、ね、ごめんね、あの、おっさん2人で、あの、えっちゃんを囲む会になるけど、大丈夫両手に半なんですね。あ、両手に半。そうです、久しぶりにいらっしゃいます。久しぶりです。はい、ね、そうです。はい、和菓子さんがね、今日はね、はい、今日はほんとね、えっちゃん来るまでこのね、頭から7分えっちゃん見ときな、なんてつまんない番組なんだろうと思うからどうよ、いやもうね、テンションが上がんないよ。なんでテンションが上がんないんだから。おじさん2人でやる配信テンション上がんないでしょ。ね、ぜひ後でお願いします。うん、昔ね、昔一回あったんですよね。あの台風の時に俺と演出家で二人でやるっていう、なんかね、冒険出たことがあったんだけどね。うん、あの、何の覚悟もしてなかった、演出家の人が何の覚悟もしてなかったから、終わった後ね、二人で汗ドバドバかくっていうね、結論に達したんだけど、一回ね。うん、ね、そう。はいね。はい。はい、さんのテンション上がった。あ、そうだね。そうだね。ってね、そうですね。はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、てか日が長くなってきたね、外は。あ、ね、そうですね、まだちょっと沈んでないぐらい。そう、明るい。なんかさ、天気、なんか晴れてんのに雨降ってたじゃん、さっきとか。あ、そう、急に雷が鳴って、わはっと思って。自粛解除されたけど、大丈夫？変わらず？あ、変わらずです、もう、まだもう、自粛解除されようが、6月まで何もないんで、なあ、普通に家にいますわ。何も何もない。何も変わらない。何も変わらない。えっちゃんも何も変わらない。ずっとそうですね。はい、変わらない。ずっとポッキー、ずっとポッキー食べてるでしょ。ああ。ずっとポッキー。今日ポッキーあります。ああ、よかった。ちょっと放送ね。まだ開けてない。まだ開けてない。はい、うん、ポッキーと。そうだそうだ。ポッキーとあれでしょ、こんにゃくゼリーを交互に食べてるんだよね。あ、こんにゃくゼリーあるんですけど、今日は今日何、あの、お、すごい